イスラエルとハマスが合意した4日間の戦闘休止が日本時間の今日にも始まります。人質解放など合意が着実に履行されるか注目されています。中東の衛星テレビアルジャジーラによると、戦闘休止は日本時間の午後5時にも始まる見込みです。ハマス側がまず解放する人質10人ほどを赤十字社に引き渡し、 ラファ検問所を通ってガザ地区から出てきた人質は、カタールなどの仲介を得てイスラエルに移送されます。到着が確認され次第、イスラエル国内で収監されているパレスチナ人らが解放される段取りだということです。すでに23日に解放される人質のリストがイスラエル側に伝えられたということです。イスラエル軍は人質解放が確認されるまで、 攻撃をやめることはないとの情報もあり戦闘休止へ向け着実に人質解放が実施できるかが焦点になりそうです。